池江璃花子さんについて教えてください。池江璃花子さんはなんか病気患ってたんですけど、劇的に復帰して今度のオリンピック出れるみたいなんですけど、最近なんかバズってんのが池江さんにメッセージ、応援メッセージと見せかけて辞退してくれっていうメッセージが来すぎてるみたいなんですけど、まあそこに言ったところとてっていう話ですよね。なんか頑張ってる人に水差すっていうのはあんま良くないと思います。大会やるかやらないか決めるのは池江さんではない、その辺よく考えた方がいいと思います。